こんにちは、料理研究家の貞彩です。今日はヤオコーの豚ひき肉を使って野菜が美味しく食べられる黄金の和風あんかけを作ります。食材はたったこれだけ、豚ひき肉です。ヤオコーの豚ひき肉はなんと 100g88円で業界の中でも最も安い価格なんです。この食材とお家にある調味料さえあれば和風あんかけが簡単にできちゃいます。和風のそぼろあんかけといえば鶏のひき肉で作ることが多いと思うんですけれども、豚ひき肉を使うことによってとってもコクが出て甘みもあって美味しくなるんです。野菜や他の素材の良さをすごく引き立ててくれます。しかも豚ひき肉とってもお値打ちで満足度も高いのでめちゃくちゃおすすめです。しかもたった1食60円で食べることができるんですよ。それでは早速作っていきましょう。フライパンだけあれば準備万端です。フライパンを熱してお肉を炒めます。豚ひき肉は油がしっかり出てきますので、油を引かなくてそのまま炒めても大丈夫です。お肉はほぐしながら火を通します。そしてお肉に軽く塩コショウを振ります。ひき肉の色が変わったら調味料を入れます。まずお水ですね。そして和風の顆粒だし、お酒とみりんと醤油を入れて混ぜ合わせます。先にお肉を炒めておくと、きちんとお肉の旨味が中に閉じ込められてお肉がだれないのでおすすめです。あとはゆっくりとお肉に味が染み込むのを待つだけです。 2,3 分経ったら水溶き片栗粉を加えます。優しくかき混ぜながらしっかりとろみをつけます。あっという間に出来上がりました。今日はキャベツ、大根、人参、かぼちゃを茹でたものと厚揚げを焼いたものを準備しました。ご家庭に余っている食材や鍋の残り物なんかでもいいと思います。こちらのお野菜と厚揚げにたっぷりとあんをかけます。あんをたっぷりかけます。豚肉の旨味がたっぷりと溶け込んだあんをかけることで、とってもお野菜が美味しくなり、野菜が苦手なお子様でも食べやすくなると思います。ご家庭でぜひお試しください。